胸上げる、胸で上げる、10 11めっちゃ痛い。ほう、もうそれめっちゃ痛い。皆様こんにちは。ブロードウェイまであと150日ということで、私はやっぱりね、この休演の間に、まあ、料理はちょっと上手になったけど、食べるのも上手になったし、飲むのもより上手になって、ちょっと太らせていただきました。ちょっとお太りいたしました。お気づきだと思うんですけど、これはですね、座布団の上に正座できなくなっちゃうから、ただいまより150日かけて、私なんとシェイプアップするんだけど、自分では絶対できないから、友達の霊峰大先生の、ご鞭撻指導、ご鞭撻指導をお願いすることになります。霊峰さんはもうプロよりプロよりプロのプロのフィットネスの方で、ジムナスティックスを39歳で準チャンピオンになって、クレイジーですよ。すごい。だから、まあ、霊峰さん、年は今言わないけど、一応私よりちょっと。はい、それでは、霊峰先生でございます。はい、こんにちは、皆様。まずはなんか、はい、メジャー持ってきた。あ、そうなんです。これはビフォーアフター作りたいですよね。そうですビフォーアフター、ビフォーの方が太ってる、アフターはちょっとご相談。いや相談なしです。いやいや、問答無用。問答無用。ブラッドピット。あ、ブラッドピット、あ、はい、相談なし。もしトム・クルーズでもいいかなと思ったけど、ブラッドピット。ブラッドピットです。あ、もう決まった。もちろんです。すいません、相談なしでございました。109.5センチ。これね、実はね、このネジはね、アメリカで買ったから。あ、インチもある。インチが裏についてる。36でしょ。はい、43。 Oh my god、 かなり太った。かなり太らせていただきました。 OK、 次チェス。ちなみにブラッドピットになるまで何ヶ月と思う？150日しかないけど。それはあなたの努力次第。厳しい。はい、アイチェストは、はい、114.5センチですね。はい、やばい。測ったことないからあんまり分かんない。ここ？細かいな。33でいいんじゃない？いや。これ優しさだから。細かくやったら細かい成長でも。ああ、そうかそうかそうか、いいね。ちょっとまずいなと、ちょっとまずいなと、思っております。5ヶ月しか時間がないので、ブラッド・ピットの体にあのお体を持っていけるのかなっていうふうにはちょっと思ってますけれども、ここは必死になってやっていただきたいなと、やらせたいなと思っております。俺聞くね。もっと後ろ行かない。私から硬い。はい、次。これはブラッドピットになるね。なるでしょ。センチ。Well done。 Well done もらった。それレオさんの建前。優しさ。あ、でも動けない。はい、
5 Okay. Holy moly. それめっちゃ痛い。死んだ死んだ。ワイドスタンス難しいね。はい。ちょっと聞けない。あれ、ちょっとそこ聞けない。千里の道も一歩から。頑張りましたと言ってあげたいところもあるのでございますが、だいぶダメですね、これね、だいぶダメですね。想像以上にダメですね。ちょっと男性用にと思って女性用のエクササイズを主にプログラミングしている私なので、男性向けにちょっとね、それじゃあ失礼かなと男性に対して思っていたので、殿方用のスペシャルメニューを考案してきたんですけれども、ちょっとしばらくレディースで行こうかなっていうぐらいの、そんな状況が今日の一日のサンシャインさんの出来といったところでしょうか。大丈夫かな。ご本人が思ってた以上に厳しかったのを、まあ、なんとか最後の方へこたれてましたけどやっていたので、大甘に甘で I think I have a lot of work to do. 一つのことを言わせていただきたいと思います。千里の道も一歩から、本当に自分がどれだけ情けないと今分かってきたから、今後ともよろしくご指導ご鞭撻、特にご鞭撻お願いいたします。頑張れ。痛い。ありがとうございます。皆様ご来場いただきありがとうございます。ないトレオさん軽いけど、もうこれ、はい、多分自分の体でも重すぎ、43キロか4キロしかない。はい、頑張って。私の3分の1やから